はい、ということで、暑いきましたね。暑い。今回ですね、平川さんの引退試合ということで、はい、招待していただいたんで、見てください。もうレジェンドがね、たくさん。次から、次さん、次さん。次さん、すいません。お願いします。お願いします。お願いします。部外者ちょっと入れて黒いから黒いからということで潜入させていただきますって感じで、今回のご視聴ではサラットレジェンドお楽しみいただければと思いますので、ここからいきますよ。サラットレジェンド、サラッとサラッといろんな人が出てくるからね、サラッとサラッといきます。サラッと大ちゃん、しっかりサインしよう、はい、ここ全カットで全カットちょっとだけ入れて、大ちゃん盛り上げの誘ってんじゃん TV のちょっとあの那須大輔さんのチャンネルでね、ちょっと紹介してもらいたいなと思います。お願いします。皆さん、那須さんはどういう今日は企画なんですか？それ聞いたの全部丸パックリしようかなちょっとサラッとレジェンドを探しに行きましょう。はい、見ましたね。はい、青森ゼロ、徳島ゼロ、両もも前本当ですか？いや、なんかちょっと肉まなしんじゃない？そんなんすか？あ、でも多分切れてはない。切れてない。コリ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 しこりがありがとうございます。佐藤、黒いね。日に浴びて仕事してるんですよ。あら、はい、動けるんでしょ？だってトレーニングしてるんでしょ？夏はセンターバックできる、右できる、ボランチできる、右サイドできる、できる。左サイドちょっとやめた方がいいんじゃないですか？前もやめた方がいいと思うけど。前もやめた方がいい。後ろは満遍なくできる。できるできる。できるよ。夏さんの動きが楽しみですよね。ああ、サラットレジェンド。ああ、ジョン・レノンみたいな、なんかジョン・レノンみたいな。かっこいい。かっこいいな。ほら。ハリウッドスター。ハリウッドスター。いいですか？いろいろ。もう教えてもらってありがとうございます。いやいやいや。大事なの。いやいや。かっこいいな。かっこいい。シュッとしてるね、やっぱり。いつもかっこいいって言ってくれるからね、うん、いやかっこいい、本当にかっこいい。たたずまいが見てよ、この背筋横のライン見せてください。ほらほら、首がピンとしてる。いいからまだよろしくお願いします。ですから、柏レイソルに移籍しました、はい、武藤選手で、ほらえいえい、ほんと需要です。需要あるよ、あるよあるよ、ちょっとも夏さんで一応面白いっすね。ほんと、ありがとう。マジで、やっとね、選手から見てくれるんだって。あれ小川さん、こんにちは。あー、なんとかちゃん。あ、YouTube は。今日は見れるだろ。はい。見てるよ、今日はね。2本ぐらいかな。さあ、ここからはバトンタッチということで、おタッチは入れないということで、私がカラメラを持たせていただきます。サラットレジェンドを撮っています。リオタの、はい、サラッティロさん、はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。いいっすね、こうやってみんなで集まらない、ね、これ同窓会みたいな。いや本当にすごいっす。シンさん、僕走れないっすよ。いや大丈夫大丈夫、ベッカーションやるしかないよ。オールドボーキャンったらもう走るから走れますね。で、どう彼の YouTube、 知らないっすよ、多分彼の YouTube どう。シンさん、僕も YouTube 始めたんですよ。あ、ちょっと見るわ。ちょっと見てないわ。僕ね、トゥーさんの番組はね、毎回チェックしてる。それはそうですよ、それは見ますよ、僕だと。見るじゃないですか。でもまあまあ先輩を今日のスタメン、僕はなんだろう、シンさんとシンさんとダブルボランチ、後ろマシュー、ツーとツーゴーさん、シューサークというか、シューサークはかな。スリーバッグ、アちゃん、ブルーリオ、T シャツさん、これ販売してるやつ、この T シャツ皆さん、ぜひ T シャツ、いらないさ、危ない、ちょうどガラッと映る。この T シャツね、正面レッツネーム、これ販売してるんで、皆さんぜひ購入してください。今日4番、夏は4番です。よしけど、モリの YouTube どう？モリの YouTube ですか？うん、誘ってんじゃん TV 見てくれる？見ないって、まあ、YouTube 見ない見てないの？ちょっと YouTube マジで見ない。マジで？じゃあ盛り上げるやつは一緒見てくれてるよ。はい。
ない。違う、2007年メンバーですよね。ACL 優勝メンバー。2006 J リーグ、2007 ACL 優勝メンバーってことで。ここいいなみんな。アンクです。やったー、やるじゃん。えぇ、ー、えぇ、ー、ネイトのせい。一緒に出ない。出る出る。ボランチ使えねえよ。さらに続けこいよ。おかしい人ボランチいるから。あのマリノスで優勝した時のね、ポジションだよね。世代がなかなか交わることない。このショット鶴瓶さん90分やるの。そうマジでマジでマジマジマジすげえ、すごいよね。できるかできないかってやるやるの。それかそれだよ。そういうことだよ。大ちゃん、大ちゃん、今日は絶対勝ちましょう。勝ちましょう。ガチで勝ちましょう。久しぶりのラウンですよ、ね。はい、というわけで賑やかですが、今からアップに行ってきます。アップと試合映像は放送できないということで、現役フラーレッドの方々と試合をするということなので、で今からアップに行ってきます。で試合も勝っています。行ってきます。あと2分で行きます。はい、もう現役の人は怪我しないようにやってください。現役の人は怪我しても大丈夫だと思うので、走って優位を中心に絶対俺らにタイトルを届けましょう。行きましょう。みんな今日来てくれてありがとうございます。よし、ここからあと現役もいるし、あの楽しんで勝とう。よし、16分のタイトル欲しい。ということで、平川忠樹さんの引退試合ということで、ね、試合してきましたが、まあ、前半だけ出場させてもらったんですが、浦和レッズのトップと戦うということで、はい、2017年メンバーをベースにというところなんですけど、まあ、2007年の優勝メンバーも、はい、ACL 混合でっていうところですね。いやー、新次さんとねボランチ、ダブルボランチ組ませてもらったんで、2人で組んでましたね。ちょっとね、ちょっと笑いそうになっちゃいましたけど後ろにはトゥーがいて昔思い出しましたけど、はい、本当あの浦和レッズ一筋でずっと活躍し続けて、はい、まあ、今もコーチとね、トップのコーチとしてご活躍されてますが、お現役時代もすごくお世話になったということで、はいはい、すごくいいね引退試合になったんじゃないかなっていうふうに思いましたね、はい、ということで最後に平川忠樹さんのそのクラウドファンディング8月31日までしてますので、皆さんぜひご支援いただけたらと思いますし、はい、あと優勝記念グッズがですね販売されているということで、そちらの方はリンクから皆様ね、飛んでいってもいただいて、ご購入していただければと思いますので、皆さんぜひご声援よろしくお願いしますということで、ここら辺でバイバイしましょうか。ありがとうございました。